この戦闘は勝たなければいけません。ウェンディ飛んでっちゃった。今は情報を早く本部に報告し、レスキューバルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は犯せないのよ。彼女のエネルギーはリツちゃんに匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性がある。私もウェンディを信じるよ。長空氏の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意思で崩壊に打ち勝ったでしょ。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級バルキリーが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。時間がありません。行きましょう。私が片付けます。この戦闘は勝たなければいけません。私が片付けます。早くこの戦闘を終わらせましょう。こちらです。周りの崩壊エネルギー反応が強い。警戒を保てない。勝利は愉快なものに。この戦闘は勝たなければいけません。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと。もう1つは第4律者を捕獲するため欧州本部の S 級バルキリーがもう出発していること。 S 級バルキリーが？何でもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動している S 級バルキリーはデュランタで、黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っている。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。いつでも出撃できます。ターゲット発見しました。私が片付けます。勝負はもう決しました。覚悟してください。どの戦闘も全力で戦います。